出かけん TV レディーゴー。ドン、ハロー YouTube、 どうも出かけんです。イエ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 イファ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 イエ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 イ。ということで今日はこちら持ってきりな千葉鑑定団湾岸七島店さんに来ています。そして山氏が来てくれてます。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日の企画はクレーンゲーム1万円で取った食べ物だけでカレーを作ろう。いろいろ見てた中にカレーのルーがあったの、景品で。あったよ。カレーのルーあるってことはもうそうじゃん、決まりじゃん。もうカレー見ちゃったらもうカレーしか食べたくないんだから。でもさ、よく言うじゃがいも人参とかはさ、ないね今ね。なかったよねやっぱりね。うん、ちょっと考えながら美味しいカレーになるようにクレーンゲームでどんどん取っていこう。では早速1万円両替します。まずはじゃあ5000円分かな。なんかさ、普段見たことない景品とかもあったりとか、うん、雰囲気だからワクワクしない？うん、してる。なんかね、ヤマシーもいつもより目ギラギラだもんねいや今日はもうガンガン撮ろう。いや、どういうカレーなんだろうね本当美味しいカレーは絶対そこ守ろう。頼むよ。うん、俺も頼まれるし、ヤマシーも止めて。俺机上の空論で話しちゃうから。もうマジでね、いつか暴走するんだから、いつもいつもどっかで暴走するからさしないしない。いや今日は本当に美味しいカレーでいくから。ということで5000円両替終わってます。一旦5000円だけ両替しました。じゃあ早速ガンガン取っていきたいと思います。じゃあまずはカレーに必要なものを取らなきゃダメでしょ。もちろん。はい、ということで見つけました。そのカレーに必要なものがこちらです。カレーのルーです。これがないと。これ取れたらもうでかいから、うん、しかもさ、結構さ、レトルトとかは見たことあるけど、ルーって結構見たことなくない？あ、ない。早速このルーを取っていきたいと思います。で、本当はね、このねゴールデンカレーが取りたかったんですけど、多分アーム届きそうにないんですよ、手前すぎて。そうだね。なので2段目のね、下にバーモントカレーの下にゴールデンカレーあるの分かる？うん、ある、うん、あるよね、うん、ちょっとあれを狙おうと思います。よっしゃ、行こう。入って、お願い。入った。オッケー、入った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 。おお、ゴールデンカレー出てる？出てる出てる出てる。ゴールデンカレーにくっついてるね。うん、入って、入った、よし、いったね。いったでしょ。いった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 。おお、シチューだあれはい、ということでビーフ用のシチューをゲットしました。なんで、ね、シチューじゃないんだよね今日ね。違うよ、カレーを作ろうだから、うん、ちょっとまだやった方がいいね。もちろんもちろん。カレーを取ろう。そう、ビーフ用シチューもいいんだけど、でもうまそうだないや、これはこれでありだよね。ちょっと続き取りますね。はい、一回一番下のやついけるか見てみようか。ここね。うん、入って。あ、届かないんだ。そうだね。じゃあもう上のやつ狙おう、もう一回。あ、ほら、ゴールデンカレーこの3つ目もそうじゃん。3つ目ね、そこを狙うしかない。あ、なんかダメだった。いや、これむずいぞ、どうしよう。でも今のままだとカレーできないからね。そうだよね。うん、ちょっともう上のやつでガンガン狙っていくしかないね。奥から2つ目じゃない？あ、そうだね。うん、オッケー、 あそこ狙おう。でも奥に行けば、この、ね、穴入れるの難しいね。うわ、ちょっと奥すぎたね。うん、もうちょい手前ね。体幹より手前ってことね。オッケーオッケーオッケー。体幹より手前、どうだ。すごい、手前すぎ。ちょっと、うん、はいはい、気持ちね、気持ち。体幹じゃなくて気持ちより手前。難しいな入った。これ来た？入った入った入った。はい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 、もう完璧でしょ。カレーね。おー、いいね。入った、はい入った、はい入った、はい、はい、え、下の番もとか来るんじゃない、もしかしたら。じゃあもう奥しかない、奥行くわ。入ったんじゃない？入った、はい、慣れてきたな。よし、これもちっちゃいバーモントカレーもあるし、2段目が？2段目ゴールデンカレーって書いてある。ゴールデンカレーだね。オッケーオッケーオッケー。じゃあゴールデンカレーが流れ込むって感じだ。入った、はい、よし、入った。一番奥、コクマのカレー。あ、そうだ、あれ行けば何かしらもっと取れるでしょう。これ取れなかったらもうビーフ用シチューをカレーとしてやっていくから。もう嫌だな。いやいや、美味しそうだったわ、美味しそうだったわ。取ろうやっぱり。入った、はい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 。コクマの落ちて、オッケー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 。落ちたよね今、多分ね。多分落ちた。ということで北海道シチュークリームとコクマのゲットしました。よかった大前提のカレーが守れたね。うん、いやー、よかった。意外にやっぱシチューとかハヤシライス多かったから、うん、カレーが意外に難かったね。うん、はい、ここではなんとシチュー2つ。そうだね、シチュー2つとカレーのルーを1つゲットしたんで、うん、混ぜても美味しいんじゃない。ありかもね。ね、ありだよね。うん、ということでカレーのルーゲットしました。
続いてカレーに必要なのがこちらです。ビッグカツです。これはいいね。だからわかる、これ俺のやりたいこと、カツカレーにしたいの。出かけはやっぱり完璧、カツカレーにしたいんで、今回はちょっとビッグカツっていうね、お菓子のねカツを入れたいと思います。結構あるね。そうでしょ、もうだからもう、うん、カツ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 カレー、いやめちゃめちゃ大量のカツが乗ってる。もうそれはそれでもいいんじゃない。いいよね、うん、これにしましょう。最悪ライスない可能性あるから、このままカツだけっていう。お昼にご飯あると思い込んでたご飯もゲットしなきゃいけないからね。だってそうだよ、大事だよ。そうそうそう、よしじゃあいきます。はい、後ろに上げちゃうのが一番いいような気するんだけどな。もう入った、うまいね、棒に当たらずに。そうずれちゃったか。カツあるだけでだいぶ変わるからね。うん、おーしよしよしよし、いいね。もうちょいだね、棒ギリギリじゃなくここら辺持ち上げてトン。どこ行くんだろう。お、棒持ち上げて、うん、はい持ち上げたよ。オッケーオッケー、取れた、ね、作戦通りだったね。いやほんとよかった。ということでカツカレーに必要なビッグカツゲットしました。すごい、もうこれで安心だね。もう結構豪華なカレーは確定してるのもんだから。まあそうだね、はい、これしかもさ、ビッグカツのこれ何本入りだ。30本。すごい、やばいね。うん、カツ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 カレーだよ。カレー薄いな。そう考えるとね、うん、ということでビッグカツ30個ゲットしました。続いてカレーに必要なのがこちらです。リンゴジュースです。あ、今回水分もないからね、カレーのルーの水分も必要だから、だからここで希望の雫っていうこのリンゴジュースを。え、ちょっと待って、水も。水もよ、もちろん。いや、あの水やっぱ使おう。あ、よかったよかったよかった。びっくりした、ゾッとしたよ。甘くなりすぎる可能性あるからね、うん、なんでこれはでもさ、隠し味的にリンゴジュースは入れた方がいいなと思ったんで、はい、しかも名前もいいでしょ、希望の雫。あ、いいね、うん、いい名前なんで早速これを取りたいと思います。はい、いけたんじゃないギリ。ああ、もう本当にがっつり合わせないとダメなんだね。どうだ。おー、惜しい。これ多分落ちたと思うよ。おー、いや、これ相当かかるぞ。ん？ちょっとあの、難しいね。何にも言わないと思ったらそういうことか。うん、途中で気づいてた？気づいた、もう。行き過ぎたなって。どうだ。いいんじゃない？うわぁ、うん、後ろ下がったね、ちょっとね、うん、もうあの、この子の癖が分かったんで。じゃあこれでいけるね。いきます、これで一発で取ります。はい、取ったでしょ、取った。おぉ、今ののギリね。どうだろう。うわぁ、甘いか。おっこい。あぁ、戻った。ちょっとこれはまたもしかしたら後でやるかもしれないけど、代わりになるジュースがあるかもしれないんで、違う水分をちょっと探したいと思います。やましい。はい。俺考えたんだけど、うん、やっぱりね、デカキンの技術だと、瓶を取るのはちょっと難しいと思ったんで、うん、ちょっとこれどうかなと思いました。それが、こちらです。レッドブルです。来たよ、また飲み物か。いや、飲み物ないと話になんないから、やっぱカレー作るわけだから。エナジードリンクだとしてもさ、ほら見て、うん、シュガーフリーだから。それはど、何を意味してるの？シュガーフリーだから甘すぎないってことでしょ？そういうことだね、確かに、うん。これはもう一番元気になるただの飲み物だから。シュガーフリーだし。大丈夫か？大丈夫、大丈夫。しかもこれさ、ちょっと変わってる方式で、うん、裏下がってるこの銀色のやつにをあのピンクの輪っかに引っ掛ければ取れるやつだから、運要素もあるね、うん、これだったらいける可能性もあるから。確かにね、うん、これでやってみよう。ちょっといきます。はい、うん、で、これ引っ掛かれば。うそ。いや、いける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 。この揺れも結構大事ね。だよね、めっちゃ今揺れてるけどさね、このためにやってるよね。いくよ。はいよ、いけ、お願い、上がるときね。おーしー。これワクワクするね。ね、これ面白い、ね、お、これどっちに。来た来た。取ったよ。すげえ。引っかかったね、うん、めちゃめちゃ楽しい。ああやって取れるんだ。いや、超楽しいよ。はい、ということでこちらレッドブルシュガーフリー 250ml6 本ゲットしました。
レッドブルー6本って結構よ、うん、今何百円取れた ?600 円ぐらい ?500、600円で取れたよね。取れてる、うん、すげー、めちゃくちゃいいねこれね。これでもカレーの水分は忘れてた。もうあのリンゴとかいらない、この甘さ、科学的な甘さできるから。自然な甘さじゃない、うちのカレーは科学的な甘さでいきますから。やだよなんかただ元気になる、リンゴよりももっと元気になる成分たくさん入ってるから。まあそうだよね、元気になるカレーを作ろう。ちょっとポジティブに考えるわ、はいということでレッドブルシュガーフリー6本ゲットしました。続いてカレーに必要なのがこちらです。神戸牛と食べっ子動物です。あれなんかいいんじゃない？神戸牛は。あ、もう理解した？神戸牛は入れるのあるでしょ？ありありあり。より高級にっていう。で、食べっ子動物。これが今回の俺ご飯にしようと思ってる。なんでよ。味が少しでも少ないもの、味が濃くないものをやっぱご飯にしなきゃいけないから。うん、うん、そこなんだよな。半分は、まあまあまあと思ったよ。いやいや、しょうがない。これ粉々にするよ、ちゃんと。え、ちょっと待って、気づいちゃった。神戸牛の横にさ、ビーフシチューって書いてあるよ。カレーじゃない、これ。ビーフシチューって。あ、でも、もともとシチュー混ざってるから、うちのカレーは。大丈夫、それ関係ないそっか、ちょっと気になるけど、まあでも小麦が入るのはでかいね。じゃあまずは、食べっ子動物行こうかな。どうだ、よし、落ちた。おー、ちょうど真ん中だけね、バリアードがあるから。え、でもこれでさ、もうこのバリアード塞がったみたいなもんでしょ。そう、だから神戸牛行きやすくなったの、これね。そういうこと、真ん中は松坂牛で狙えるかな。じゃあ2個落としようか。あ、そう、これで2個落とします。おお、取れろ。あ、そっち倒れた。ちょっと怖い展開になってきたね。本当だね。ちょっと松坂牛絶対行くから。そうだよね。今のが落ちるってことはこっちも落ちるってことだもんね。そうそうそう。オッケー。オッケー。うわー。わー、いけそうだったね今ね。ね。あとはもう落としたら勝ちだから、うん、ちょっとこのフルーツとか狙ってくよ。はい。はいはいはい、松坂牛。うわー、もうすぐだよ。行ったと思った。ね、もうこれはじゃあ最後フルーツ。これ何？グミなのかなあれ。何なんだろうね。気になるね。うん。オッケー。あれ？ちょっと待って。ということでこちらカットフルーツ BC ゴールドエッグ缶ゲットしました。何これ？何なんだろう。オールシーズンチョコ入り。チョコなの？これわかんないね。チョコかもしんないし、カットフルーツかもしんないし。うん。まあ、カットフルーツだったらいいじゃん。酢豚みたいな感覚でさ。ちょっと作戦とは違う結果になったけど。うん。でもいいじゃん。酢豚だと思ってくれればいい。まあ別にありはありだけどさ。酢豚風カレーだと思ってくれればいいから。うん、はい。でもまあこれは入れよう。取っちゃったんで。じゃあどんどん他のも探していきたいと思います。山氏。はい。野菜見つけたよ。あった？あった。それがこちらです。札幌ポテトです。いや、野菜じゃないよ、これ。いや、違う、山氏よく見て。ほら。つぶつぶベジタブル。うん。で、7種の野菜って書いてあるでしょ。見た上で言ったんだけどね。野菜って書いてあるじゃん。いや、書いてあるよ。7種の野菜、しかも、つぶつぶベジタブルだから、もう、入ってんね、札幌ポテトの中に野菜入ってるから。うん、大丈夫、これ溶けたら野菜だけになるから。これを野菜と認識する人はいないよ。水分出んのかな、これから。出ないよ。野菜からね、たまにね。もういくよ。うん、いったね。これで横にして、おー、うん、そうなっちゃったか。どっちかに乗せたかったんだけどね。一回持ち上げて、おお、なんかすごいね。いろんな動きする。あ、どうなった。あっちが棒に当たっちゃった。当たってる。うん、この形むずいんだよな。それでもよく動くね。動くね、やっぱアーム強いね。うん、ワンちゃん頭上げてもいける？試しに頭上げてみよう。いけるね。うん、次いけんじゃない。上げるだけでいけるかもね。うん、登って、奥に登って、よしよし、登って、そのまま。オーケー、やったね。いや、取れたね。取ったね、うん。はい、ということで、野菜ゲットしました。野菜じゃないよ。お菓子だよ。野菜で、山氏やめよ。野菜だから。入ってあんだから、7種の野菜って。つぶつぶに入ってんじゃん、野菜が、ほら。いや、めっちゃくちゃちっちゃいよ。大きいのがいいよ、大きい野菜ないんだよ、今だって。どこ探しても。はい、ということで、こちら、札幌ポテト、つぶつぶベジタブル、ゲットしました。そしてですね、とうとう、お米を見つけました。やった。やっと見つけました。やっぱお米だけ最後足りなかったんでね。うん。はい、その足りなかった最後のお米を見つけました。それがこちらです。コーンフロッティです。日本のお米を海外で言うところのコーンフレークじゃん。
いや、日本のお米にしようよ。なんでだよ。ないんだよ、日本のお米。そう、なんで、コーンフレークカレーでいいじゃん。コーンフレークカレーを作ろうと思います。で、これ、俺、やり方は知ってるんで、下の接地面を攻めるんだったかな、確か。下の箱と、上の箱の設置してるとこの手前を狙うっていう。もうミスったのよ、ちょっと。おっすげえミスったのに取れたわ、今。確実にいったよね。ミスしながら取るって技術を使ったね、今。完全にいったぞ。もうミスってんだけどね。マジで取れると思わなかった。振り子みたいになったよね、うん。ミスったことによってそれを振り子でドーンっていう。ね。ということで、こちら、コーンフロスティーゲットしました。でもこれでもうご飯ゲット。え、でもどうなんのか。いや、どうなるのか。合わないことないから。絶対合うから。大丈夫、大丈夫。安心していいし、今ね、あと4回残ってんのよ。あ、本当だ。ね、4回残ってる。うん、だから、ここでカルパスを狙おうと思います。ちょっと出かきのさっきの奇跡の取り方もう一回やってみようか。あえてミスって。はい。で、これで後ろ行くんだよね。行ってたね、さっきは。うん。悪くないよね、なんかね。ずれてるもんね。え、すごいね、これ。成功パターンで取ってみる、一回。そうだね、うん。ここに。あ、やっぱミスった方がいいのかもね。うん。今の動き方。え、横動かしてあげてもいいのかな。処理をついて。ああ、なるほどね。ミスミスじゃないとダメなんだ。そういうことなんだね。正式に取ろうとするとダメだから、まず、横多めにミスるの。で、はいはい。奥行きも、ちょっと手前にミスるのよ。うん、ああ、ミスったね。あ、ミスった。ミスミスでやると、ミスだもん。うん。ミスミスでやるとミス。よし、じゃあ奥ミス行くわ。で、しっかりミスってるね。奥の方でミスってる。うん。奥でミスったよ。はい。はい、ということで、カルパスゲットしました。やったね。すごい。カツも揃ったし、カルパスもゲットしたよ。これでもう具材はもう肉だらけだから。本当だね。ね、完璧でしょ。で、野菜も入ってるでしょ。うん、で、ライスも入ってる。いや、だから完璧よ。めっちゃ不思議なカレーが出来上がりそうだね。楽しみだね。マジでね。うん、はい、ということで、こちら、おやつカルパスゲットしました。はい。残りですね、1200円ぐらいです。1200円でも狙うと言ったらもう隠し味だよね、もうね。まあ、そっか。もう全部揃ったから。うん、あと隠し味。その隠し味見つけました。それがこちらです。チョコバットエースです。山下覚えてる？カレーにチョコを入れたらちょっとだけ美味しくなったよね。あ、そっか。適量だったら美味しいの。うん。で、チョコバットって適量しかチョコついてないから。全部チョコじゃないから。そう、取れたらいいね。なんかうまいな。よし、いいね。下角取ったんで、体勢がちょっと変わります。おー。はい。おー、すんま。ギリギリね。うん。いったね。ずれたずれた、オッケーオッケー。はい、ラスト100円です、これが。これはもう無理な気しますが、まあ、最後諦めずに。はい、ということで1万円終了。はい、それではですね、1万円でゲットした景品がこちらです。いや、結構取ったね。超取ったよ。レッドブルもあるしさ、これコーンフレークも取ったし、札幌ポテトもあるしさ、めちゃめちゃ取ったよ。最高だね。じゃ早速家に帰ってこちらの景品でカレーを作りたいと思います。デカキン TV。ということで、今回クレーンゲーム撮ったのがこちらです。うわ、すごい撮ったね。結構量あるよね。うん、全部にちゃんと役割があるんで、しっかり考えられたカレーなんで、素敵なカレーができたと思います、今回は。ちゃんと考えられてますんで。早速これを全部使って最高のカレーを作ろう。それでは早速、デカキンクッキング始めてみます。じゃあ早速、キッチンに行ってみましょう。はい、ということで手を洗います。手洗い最速チャンネルですので、早速、こうやって手を洗っていきたいと思います。はい、ということで手が綺麗になりました。それでは早速料理を始めていきたいと思います。まずはですね、乾杯しよう、せっかくだし。はい、え、はい、やっぱね、深夜なんで、まずは着付けにレッドブル行こう。はい、乾杯。はい、乾杯。よいしょ。ああ、効くね。ああ、うまい。やっぱね、キッチン酒みたいにありますからね、キッチンレッドブル。いいっすね、やっぱ。
初めて聞いたけどね。キッチンでレッドブル飲むっていうのはやっぱ素敵ですね。男の料理なのでちゃちゃっとやっちゃいます。今回美味しく作りたいので、はい、ちょびっとだけ水を入れるのちょっと許してください。じゃないとやっぱさすがに今飲んだ感じだとケミカルすぎて、うん、ちょっと怖いんで、出かけあくまで美味しく作りたいんで、半分水半分ケミカルでいこうか。多くないかケミカル。いやいや、半ケミでいいでしょ。半水半ケミでいくから。半ケミってなんだよ。半ケミ、半ケミ、半分ケミカルだろう。はい、熱したフライパンにまず野菜を入れます。おかしだよ。野菜を入れますね。今回は2人分だけ作りましょう。はい、野菜を入れました。肉も炒めなきゃダメですね。見てください、こちら大量のカルパス。カルパスちょっと入れます。あれ、結構さ油出てくんだね。ほら、あ、本当だ、テリッテリになってきて。え、焼くと美味しいんかな。今ちょっと一瞬火止めましたが、いただきます。うまい。熱加わるとうまいよ、この札幌ポテト。香りめちゃくちゃいいかも。そうでしょ。うん、あ、いい香りだね。ここまではありやぞ。はい、炒めます。ではここにですね、水を入れます。はい、水コップ1杯です。特殊なコップだぞこれ。助手らしくなってきたね、ちょっとね。そういうのお願いだわ、やましい。あ、わかりました。はい、見てください、沸騰してきました。ではここにですね、レッドブルを入れてください。 250ml です。回すように。炭酸は飛びますから、甘みだけもらいましょう。多いな、多い気がする。アシスタント、ちょっとなんか変な。うわ、美味しそう。そう、そうだよね。はい、そう、信じてください、料理長。なんかすごいシュワシュワいってる。沸騰のシュワシュワじゃなくて、これ。こんな音する？するときするよ。じゃあこれで一旦沸騰させていきたいと思います。はい、見てください、こちら沸騰してきました。うわ、すごい。もうやばい、このまま沸騰したら多分ただの砂糖だけ残るような可能性あるんで、すぐにルーを入れたいと思います。はい、もう匂いも甘いね。匂いも甘いね。こちら一回火を止めて、はい、じゃあまずコクマロで、今多分水が全部で 500ml 入ってると思うんですけど、もうほとんど蒸発しちゃってそんな入ってないと思うんで、ルーも少なめにした方がいいですね。ちゃんとしてる。いやいや、ちゃんと美味しいの作りたいから。これは2個かな。じゃあこれをですね、お玉に入れます。はいはいはい、して、この甘さがね、いい感じのカレーに変えてくるんじゃないかな、やっぱり。あ、もうふにゃふにゃ、札幌ポテトが。じゃがいもだね、だからいいじゃがいもの感じもなっててるし、今考えるとそうじゃん、じゃがいもじゃん。それに人参とかいろんな要素も入ってるでしょ。うん、完全なる野菜だよ。ルーを溶かしてきます。あ、もういい感じに溶けた。溶けてきてるね、もうね。続いてシチュー、こちらも入れてきます。はい、分量はね、アシスタントさんがこの後言うので、うん、ちょっとまだ黙っておきたいと思います。シチュー、ひとかけらです。なんか変わってきてるな。一番最初が一番うまかったの。多分出ちゃってんのかな、恐怖が。多分、うん、いや大丈夫、信じて。色的に言ったらもうカレーじゃん、だって今。そうだね。この混ぜるのもどうなんだろうね。シチューとカレーは混ぜることあんまないから、美味しくなってんのかどうなのか分かりませんが、これ溶かしていきます。はい、あとこちらですね、ビーフ用のシチューも入れていきます。なんかね、これだけね、シュカシュカ言うのよ。え、粉なの。そうだね、書いてあるね。ほんとだ、溶けやすい粒タイプっぽいですね、これ。火力にしましょう。本出しみたいだね。あ、本当だ。あ、ちょっといい香りになってたよ。美味しそうでしょ。うん、はい、ここにフルーツを入れたいと思います。これ何かわかんないですけど、なんかいい感じの隠し味になってくればいいね。いただきます。はい、せーの。はい、やまし、これチョコだわ。チョコ入れたかったから最後チョコバット取れなかったじゃん。そうだ、チョコバット取れなくて隠し味ないねみたいなこと言ってた中でチョコだわ、まさかの。うわ、本当だ、完璧。この中にチョコを2つ入れていきます。そう。じゃあこれ火をかけていきます。グツグツいってきてるよ。ちょっと美味しそう。匂いもね、悪くないんだよね。そう、シチューと甘いカレーの匂いの間みたいな。はい、これでね、いい感じ、いい感じ、トロトロしてきてる。温めてる間にご飯の準備をしたいと思います。はい、はい、じゃあまずこちらライスですね。ん、はい、ライスである、ライス、はい、コーンフレーク一袋、これ山椎の分。あ、いやいや、山下、何言ってんの。美味しいカレーになるのよ、これ。まだご飯食べてないでしょ。食べてない、ね、そうだよね、夜ご飯まだ食べてないから入れます。俺ライスちょっと大盛りにしちゃっていい。あ、すごいね、あ、いいよいいよ、全然全然。ライスちょっと大盛りでいこうかな。そしてここにですね、はい、こちらビッグカツ、今回カツカレーなのでこちらを乗せていきたいと思います。はい、これはすんなり受け入れられるね。カツだからね、2枚、2枚入れます。カツね、見てください。はい、超美味しそうじゃん。じゃあこちらを、はい、ルーを入れます。カルパスは3つずつね。はい、いきます。はい、
ほら、美味しそうじゃない？美味しそう。めちゃめちゃ美味しそうにできたよ、ほら。あるんじゃないか？で、これ、あの、隠し味のチョコね。溶けてないじゃん。はい、ということで、クレーンゲーム1万円カレー、完成でーす。ほら、もう最高じゃん。マジの、とんかつカレーでしょ？これ、匂いが、徐々にあのレッドブルの力も出してきてるね。すごいね。すごい、徐々に来てるね。それではいただきます。いただきます。うわ、まずはね、レッドブル美味しい。ちょっとカツは後回しにしようかな。なんかあのいつものカレーの音とは違うね。うん、でも本当にジャガイモ多めのカレーみたいな感じ。札幌ポテトの細かくなったやつが本当にジャガイモにしか感じないよ、今のところ。それではいただきます。え？肩が震えてるよ。あのね、めちゃめちゃ美味しいカレーなんだけど、うん、毒がある。え？ダメじゃないか。いや違う。なんか、うん、美味しいカレーだよねって思って食べるんだけど、なんかね、変な味があるんだよね。酸っぱいのか、それとも、味がしょっぱくて濃いのかわかんないんだけど、なんかの味が、これダメなやつだよ。ダメなやつだよって問いかけてきてる。もっと水とか、それこそレッドブル入れたらいいのかわかんない。本当に。変な味。カレーなんだけどね。それから問いかけてくるのが、肩がビクンって上がるのが、やっぱレッドブルかな。レッドブルの熱したやつって食べたことないでしょ。ないね。それがすごいね、多分。カレーの風味だけじゃ隠せきれない熱したレッドブルがすごい。食べてみて。やだ。カレーだけでいこうかな。ああ、そうそうそう、カレーだけでいかない方がいい。いかない方がいいんだ。うん、いかない方が、混ぜた方がいい、混ぜた方がいい。危なかった、今友を失うとこだった。じゃあいただきます。はい。本当だ、カレーなんだよ。カレーだよね。確かにずっとカレーっていうのは残ってんの。うん、うん、残ってる残ってる。でも何かがいる。そうなんだよ、カツカレーですから。カツと食べたいと思います。いただきます。うん。変化してきた。よし、これね、うん、あのこのカツがやっぱお菓子だから、うん、ケミカルさを応援してる。俺行こう。カルパス勝つわ。あれ、本当だね。打ち消してるね、カルパスのジューシーさというか。あれ、嫌な感じしないよ。嫌な感じ打ち消すね、カルパスは。うん、勝つの方が良かったな。やましいわ。うん、これカルパスの方が全然いい。いや、良くはない、もう別に良くはない。ルーちょびっとずつつけてったらいけるわ。コーンフレークでごまかせる。あ、すごいね。うん、もうこういう味のものって思ってきたら、だんだんね、そんなに。うん。うん。これ、ルー多め。うん。ほぉ！ほぉ！ルー多め辛いなぁ。カツでもごまかせなくなってしまった。ルー多いとね。目つぶると結構いけるよ。思いっきり目つぶって。まぶたが短くなるんじゃないかっていうぐらい、ぐーっと目つぶった。目つぶったらいける。いけでしょ、その、本当に、まぶたなくすぐらいの気持ちで強く目つぶったら、でも感覚眼球にいってるから口にいかないんだろうね、そうやると。そういうことか。うん。それで鈍らしてる。レッドブルのこの酸っぱさというか甘酸っぱさみたいな、うん、ケミカルなその味の部分ってやっぱ、カレーには合わないね。サーラータンとか、酢豚とか酸っぱい系には合うかもしれないね、もしかしたらね。今までで一番これが厳しい料理だった。あの、チョコもすごかったけどね。チョコカレー。あ、チョコカレーの方が全然マシよ、これに比べたら。マジで？俺はまだマシだな。この後多分寝れないぞ。目起きて。うん。いいカレーですね。もう本当に目が覚める。うん、シャキッとするカレーです。はい。ラスト一食中です。いただきます。ああ。すごい。毎回新鮮にやばいね。毎回新鮮なケミカル来る。ちょっと冷めたからより来てるよね。来てる。今作ったんじゃないかっていうぐらいの新鮮なケミカル来るから。すごい。はい、ということで、完食でーす。やましい、今回はほんとごめんね。申し訳なかった。もう最高の料理できると思ってたんだけど、今回は本当にあの、二人とも目つぶってさ、眼球に感覚活かして食べるしか方法なかったから、今回はごめん、本当に。申し訳なかったね。これは良くないね。次は期待しています。なんだそれ、先生かお前。俺の担任の先生だろお前。これはダメだよ。すっごい味でしたね。
ポニュ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 。デカキン TV。はい。でもまあ、クレーンゲーム、ちょっと途中までワクワクしたんだけどね、本当に美味しくなるんじゃないかと思って。うん。だからレッドブルじゃなかったら、まあでも、水とか売ってないもんね。確かにないね。うん。うん、だそう考えると、あれだね、水だけはちゃんとした水使えますよ、ルールじゃないと美味しいカレーはできないのかもしれないね。うん。はい。ちょっとまた人生の新しい経験を積みました。この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バーイ。